人生は決して一本道ではない自分は自分の好きなように生きていい幸福の下絵は自分で作るべきものである。 ゼロから始まった人生。ここでゼロになっても構わない。非常識なことをするためには、まず常識を知らなきゃいけないんだよ。人生はすべて過程である。これで完成ということもなければ、 これで失敗ということもない我々の抱く志はこの使命感によって深く支えられた時初めて本当の志となるすべては否定しないことから始めないといけない。 自分や自分の身の回りを幸せにできないで、それ以外の人を幸せにできるはずがない。すべては気持ちから始まる。その道の一流の人に学べ。 あなたの笑顔は人も自分も助けるよ。自分の機嫌は自分で取る。一遍夢中で生きてみぃ。 夢が与えられるときには必ず実現する力も与えられる弱い自分を叱咤激励することができるものだけが勝者になれる覚悟に勝る決断なし。 真剣になれ、深刻になるな。ワクワクする方にパワーを使うことが幸せへの近道。自由に生きていいのに、自分で生きにくくしている。 今の人はみんな何かしなければと思いすぎる「明日」とは「明るい日」と書きます成功とは自分を好きになること自分のしていることを好きになることそして 自分のやり方を好きになること自分ができる限りのベストを尽くしたときに自分を満足させることができ心の平安を得られるどうせ失敗をするなら自分の選んだ人生で失敗しよう。 自分自身の問題や自分の思い通りにことが進まないということばかり考えていると全く前進できない道は自分で新しく作れ一歩ずつ前進するように頑張り続けるだけだ そうだ一歩ずつだこの人生に解決策などないんだあるのはただ前進してゆく力だけだ他人の言うことは気にしないただ前進するのみ。 反省ととはは悔やむことではない。前進するための土台であるどんなに辛くてどんなに結果が出なくても下を向くってことは一番嫌いなので絶対に下を向かずにこれは最高の経験ができると思ってそれをパワーにして力にして前進するかってところが捉え方次第で 全然違ううと思う自分の弱さを認めた時人は前進する勇気が湧いてくる涙が出てきたら耐えて苦しんでそして前進あるのみだ。 たとえ小さなことでもいいから、やれることからやって少しずつ前進していけばいい。できるかできないかなんてやってみなければわからない。結果がどうなるかよりも大事なことは、それをやったかどうか。 前進し続けられたのは自分がやることを愛していたから決まったらあとはもうやるしかないだったら苦手とか不安とか後ろ向きな気持ちを持つことは無駄。守ろう守ろうとすると 後ろ向きになる。守りたければ攻めなければいけない後ろ向きになればなるほど自分で自分の首を絞める前向きに食事をし前向きに買い物をした何事も前向きに行動することが 可能性を生む人生とはある意味でバクチである一か八かの勝負なのだその勝負をする勇気がその人の生き方を前向きにさせるのである運が良かったという人は 周りの人から助けられてきたという感謝の気持ちがある人で、たとえ逆境に陥っても前向きに取り組める人物だ。過ぎたことを悔やんでもしょうがないじゃないか。目はどうして前についていると思う前向きに進んでいくためだよ。 逆境にへこたれない、忍耐力と前向きな気持ちがあれば巧妙が見えてきますどんな場合も一言目は必ず明るい言葉を言う最初に明るい言葉を言うとそれに続く言葉や周囲の雰囲気は自然に前向きになってくる。 たとえ苦しいことが起こってもピンチの後はチャンスが来ると確信していますやっつけられるたびに自分は強くなるんですよ怒られた時にはこれでまたタフになれると前向きに捉えよう。 誰でも試練の時はやってくる。だが朝の来ない夜はないそう思って耐えながらこれくらいではへこたれないぞと前向きに生きていこうじゃないか失敗しても良いですそれはほんの少しの引き算にしかなりません 生き方のコツは決して後ろ向きにならないこと。どんな状況にあっても前向きの姿勢で全てのことに取り組む心構えです。人間というのは前向きだ。かと思えばめちゃくちゃ悲観的になるしな。ちょうどいいってのがないんだよ。 お先真っ暗っていうのはすげえ前向きな言葉だよ真っ暗なんだよどこがいけないんだよそん中にすっげえ誰も見たことのないどんなに勉強したってわかりっこない素晴らしいものが隠れているかもしんないはったりでもいいから明るく前向きにやっていきたい 痛みを感じられるということは前向きな証なんだピンチの時に前向きに頑張っていると周りの人が評価してくれるんですどんなに失敗しても窮地に陥っても 自分にはいつか強い運が向いてくるものだと気楽に構え前向きに努力した前向きな言葉の裏には傷ついて後ろ向きになった過去があるんだよ。 前向きにもがき苦しむ経験はすぐに結果に結びつかなくても必ず自分の生きる力になっていく一度や二度の挫折に負けない強靭な精神力を持って前向きに努力すれば必ず道は開けると信じている。 これからは自分にも他人にも甘く優しく生きてみませんか時には痛い思いをしてもいい。もっともっと自分の好きなものや魅力的な人たちに出会いたいから。大事なのは今。 そしてこれからなんだ過去を見て気づくこともあるでしょうが過去を変えても未来が幸せになるかわからないしだったら何も振り返らずにこれからの未来を作っていけばいいんだ「当たり前」。 お、ありがとう。「だから何お、おめでとう」「もうダメだめだお、これからだ」「なりたいなお、なってやる」「もういいやお、まだやるぞ」そういうふうに言える人になれたらいいな「大丈夫これまでやってこれたんだからこれからだって私は大丈夫」 後悔は後ろ、未来は前。これから向かうのはどっちだ。後ろ向きじゃ歩きにくいぞ。この世に不運はありません。これからどう生きるか、人生を見つめ直す作戦タイムを受け止め、内観しましょう。 最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。